日本東京都渋谷区、本町本町は東京都渋谷区の地名。渋谷区、本町発田駅、旗谷駅北側一帯のエリアであり、渋谷区の最北端に位置する。住居表示実施済み区域であり、現行行政地名は本町1丁目から本町6丁目。郵便番号は151-0071。面積は1平方キロメートル。本町は、 幡ヶ谷地区に属し、かつては、幡ヶ谷の中心部であった。現在でも、地域の鎮守の神様である、幡ヶ谷日川神社や幡ヶ谷不動村は本町にある。1960年の町名地番整理実施までは、幡ヶ谷本町一から三丁目という名称であったが、同年、本町一から六丁目に再編された、町名地番整理後の1968年、本町一から六丁目に、 改めて住居表示が実施されて今に至る。詳しくは旗ヶ谷も参照のこと。新宿まで電車で数分、歩いても十数分という高立地にある。当地の大半は完静な住宅街であり、アパートや一戸建てが多い。一方で、東側の一部エリアは隣接する西新宿と一体となって、新宿副都心を形成しており、高層ビルが立ち並ぶ。初台駅前には、 ランドマークの東京オペラシティ、新国立劇場がある。他のヶ谷地区の町と同様、賑やかな商店街があるのも、当地の特徴である。本町は渋谷区内で唯一の町と書いて、町と読む町名であり、東京特別区内で唯一本町で、本町と読む町名でもある。北側に隣接する中野区にも本町があるが、こちらの読みは本町である。 渋谷区本町と中野区本町は境界こそ接してはいないものの、極めて近く、特に山手通りの長者橋付近においては、西新宿5丁目及び、弥生町1丁目を挟んで、互いに50メートル程度まで近接している。そのため店舗名などでは、旧地名の旗ヶ谷本町の他に、渋谷本町という表記も見られる。なお、1960年以前は、 条例上の正式な読み方は本庁とされていた。1960年の町名地盤整理の際、地元の読み方である本町に変更された。渋谷区の住居表示盤によれば、ローマ字表記は旧へ、盆式にのっ,とって本町と示されているが、同じ渋谷区立施設の渋谷区立渋谷本町学園は、現在主流の修正へ、盆式表記で、 渋谷本町学園と表記されており、区としての一貫性がない状態である。本町には浅い谷が何箇所か存在する。最大のものは北部の本町五丁目、四丁目、三丁目にかけて東西方向に存在する谷であり、明治期までは本町田んぼと呼ばれる水田地帯となっていた。ここには泉川が流れていたが、現在では暗挙化されている。 この暗渠の周辺は、大雨の際に氾濫する、可能性があるとされているため、土納が準備されている。また、旗荒池付近、本村水道付近には、蒸気の谷に向かうようにして、南北方向の浅い谷が存在する。旗荒池付近のものが、小笠原久保、本村水道付近のものが、地蔵久保と名付けられており、かつてはこれらの谷にも、 泉川に流れ込むようにして小川が流れていたが、現在では暗渠化などにより消滅している。小笠原久保はかつて当地にあった唐津藩小笠原家の屋敷から地蔵久保は子育て地蔵村から名付けられたと考えられている。当庁はその北部から北西部にかけては中野区や生町、南台に接し、西部は渋谷区旗ヶ谷に接し、南部は甲州街道を境に、 渋谷区発大と接し、東部はおおむね東京都道317号環状6号線付近を境界に新宿区西新宿に接する。代々木警察署が本町一丁目の甲州街道沿いにある。発大駅前には東京オペラシティ、新国立劇場があり、ランドマークになっている。その対東園やカシオといった有名企業の本社もある。公立学校として、 かつて当地にあった本町小学校、本町東小学校、本町中学校を合併してできた渋谷本町学園が存在する。また、提供短期大学も当地にある。以下、主要なものを挙げる。公共施設学校企業商店街、神社仏閣旧跡その他道路南部を、公衆街道が、中央部を、東京都道431号。 角のは泉町線が北部を方南通りがそれぞれ東西に走っている。東部では山手通りが西部では六号通りがそれぞれ南北に走っている。鉄道バス住宅地の地価は2017年の工事地価によれば本町1の9の12の地点で63万円平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。前述の通り本町は、旗ヶ谷地区に属し、歴史的には、旗ヶ谷の中心部であった。地名、旗ヶ谷の由来となった、旗新井池や旗ヶ谷の陳樹の神様である、旗ヶ谷氷川神社、旗ヶ谷不動の名で知られる荘厳寺が現在でも、本町にあるのはこのためである。 現在の本町は1960年に渋谷区が実施した町名地盤整理によって確定された旗ヶ谷地区の一部分に過ぎない。旗ヶ谷村の創建以降、本町は旗ヶ谷と運命を共にしてきたのであり、本町のみの歴史を記述することは意味を持たない。よって本町の歴史は旗ヶ谷地区の歴史を参照のこと。ありがとうございます。